まあなんか不安な時期ね、病気が何の、うん、告知されて、告知、うん、多分まあ癌でしょう、うん、みたいな時期、うん、で実際にあの詳細が分かるのは術後なんだけど、うん、その術前 その めちゃくちゃ怖い時期よね。一番怖いね。どういうふうに結構過ごしてた？どうしてました？私ね、一人旅行ったんです。どこに？ニュージーランド。あでも分かる分かる。で、もうその何でしたっけ、このパチンパチン。細胞診が出るのがもう1ヶ月後ですって言われて、それでその間には何も検査入れられなかったんですね。で、あのセカンドオピニオンも行くつもりだったので、まるまる1ヶ月以上空くっていうことが分かったんですよ。で、家にいるともうもんもんしちゃうし、もともと予定してたので、もうそれは強制予定してたんだ。そうなんです。だから、こんな時に行くのっていうのは家族の中ではあったんですけど、うん、まあせっかくだからと思って、うんうんうん、検査聞くのちょっと1週間ぐらい伸びちゃうけども、うんうんうん、あの行ったことが逆に一人で行ったの。すごい。一人で行く予定だった。結構まあ一人で行くことが多いんですけど、それも予定してたものがあったので、うんうん、でもニュージーランドね、すごいなんかふわっと明るく明るいし、人もみんな優しいし、ね、どうだった？あのワークショップをね受けてて、だからそのワークショップを入った時にやっぱりそのシェアリング、みんなでシェアリングをするんですよ。でその時にすごい恐怖を持って行ってたので、でそれはまあ実は私はもうキャンサーで来月手術を受けることになってるんだみたいな話をした時にシェアリングしたの。そしたら結構やっぱりみんなパツパツ行けシェアリング終わってからあの乗り越っていう感じで、私も実はねとかってこういう感じの話はして、それで結構楽にはなりました。そっかそっか、やっぱり人に話す、話す、でも身近じゃない。そう、そう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 、話したそのリアクションでまた自分がこう動揺しちゃったりとか、弱ってるからね、今じゃなくて相当弱ってるから、ちょっとやっぱりそれに対するバウンドもできないぐらいに弱ってるのよね。一番弱ってるよね。一番弱ってる。今言われても平気だけど、あの時言われたら多分、ちょっとくれないと思う。どういうふうに過ごしてました？普通には過ごそうと思ってて、息子に会いに、ロスにいる息子に会いに行こうとか、行ったんですか？行きました、行きました。もう手術遅らせてもいいから行くみたいな感じで、だからそうね、やっぱりでも車の運転とか今思うと危なかったかもしれない。危ないね。精神的にやっぱり車のちょっとぶつけちゃってこう電信柱にちょっとバックするとき、やっぱり車の運転は危ないぐらいは動揺してますよね。そうだよね。私もよくすっ転んでたもん。何もないところで立てとかって。だからやっぱり動揺してたんじゃないかな。動揺して、そうだよね。あと寝れなかったかもしれない。ぐっすり寝れなかったか、2、3時間ごとに今寝れるけど、そのぐらい弱ってるかもしれない、精神的に。その検査、検査を待つ間に、そう、自分がどんながんなのかがわからないし、その治療方針もわからないし、というので、やっぱり転移とかも不安だったし、そういうのを悪い方に考えてないよね、これがまたね。なんででしょう、悪い方に考える日もあれば、大丈夫って思う日も、考える日もあって、多分でも悪い日に考える日がだんだん増えてきて、寝れなくなってくるみたいな。どうなっちゃうんだろうかね。どうなっちゃうんだろうかね。なので手術しようって、大体その術後どういう風になるか分かってから、少しそういうどうなっちゃうんだろう感は減ったのかなみたいな。そのロスとか行かれて、気持ちは少しは和らいだ。そう旅行行ったりとか、やっぱり息子に会うのはだいぶ気が和らいだかなみたいなのは、でもだって
そう2人いてもうどうしようも悪い方に考える方でもね、行っても行かなくても一緒、うん、一緒だよね、そうそうそう、手術の日は決まってるし、ね、うん、悪くならないことをしとけばいいだろうみたいな感じ、なのもういう日もあればもうダメだみたいな日もあって、うん、そういう日がこう入れ替わり立ち替わりあったかなっていう。